はい、乗り方教えて、乗り方。鍵回してボタン押すだけ。だからそしたら一足一足あるあるよ。クラッチどこやったっけ。ここ前クラッチない。え、クラッチない。どうやってギア変える。戻して踏んでいくだけ。これギアアップやろ。ダウンか。これ下で踏んだら一足二足踏んでいったら上がっていく。で、上げたいときはギアを、下げたいときは、下げたいときはこっち、こっち、これが下げる、これが4321、こっちが1234。でも止まっとったら1234でまた1になる。止まったらどういうの。勝手に1になる。いや、信号待ちしとって4速で信号待ちして、はあはあ、いや、踏んだらニュートラルになって、また1速ニュートラル。どれや、これ、これがニュートラル。こっちニュートラル。皆さんこんにちは。ご挨拶遅れましたが、今日のさっちゃんです。今日はですね、弟のスーパーカブ110を試乗しております。スーパーカブといったらですね、もうなんといっても驚異の燃費です。もうこれに勝てるのってあるんですかね。いや、ないですよね。スーパーカブ110はスーパーカブ50に比べたら燃費悪いんですけど、50って言ったらカタログでリッター105とかなんですよ。なんかもう次元のね、違う話ですよね。ちなみに私が試乗してるスーパーカブ110はリッター68です。それでも68ですよ。本当にすごいですよね。まあ、燃料タンクの容量は 4.1 リットルなんで、まあ、3リットルちょいずつ給油する感じですかね。まあ、それでも200キロ以上は走れますよね。で、乗ってみて、まあ、シート高が 73.8 センチなんで、まあ、身長156センチの私でもですね、足つきは良かったです。で、車重も
101キロなので、まあ、向きをね変える時とか押して動かす時とかすっごい軽かったです。株に乗ったの初めてなんで知らなかったんですけど、ロータリー式で株はエンストないんですよね。私普段ジクサー SF250 乗ってるんですけど、まあ、未だにですね時々エンストすることがある私にしたらエンストがないなんてもうなんていいバイクって思いました。あとなんといっても驚異の耐久性、ホンダの技術が詰まってますよね。まあ、通常のねメンテはもう当然必要ですけど、まあ、20万キロ走る耐久性があって20万キロですよ。まあこれ一生に一度の買い物レベルですよね。20万キロ走れるかなって私も思いますもん。まあオイル交換と部品の交換も、まあ、ユーザーがですね整備しやすい位置に配置されてて、まあ、かなりですねフレンドリーな設計も長寿の秘訣だそうです。いやマジこれ欲しい。ほんと一家に一台株ですね。でちなみに色はオレンジ、ブルー、グリーン、ベージュ、ホワイトの5種類ってことで、まあ、私も買うとしたらブルーかな。まあ完全好みですけどね。あとエンブレムめっちゃかっこいいですよね。マジ欲しいわこれ。あと走り心地も、まあ、近所行くなら持ってこいですね。軽くて小回りも効くし、まあ、ギアを上げてってですね走ってる感が私は好きですね。まあ、ほんと便利です。まあ、スーパーカブ110は、まあ、車体価格302,500円です。でぶっちゃけそう考えたらジクサー SF むっちゃ安いですよね。それはちょっと思いました。あの見た目もですねすごいなんか綺麗ですよね。あのまとまりがすごい青色が映えていいなー。で結構ねユーザーが多いんで部品もたくさんありますし、まあ、この風よけと前のカゴはつけたらしいですけど、まあ、いいですよねこうやってね。はい、そしたらぼちぼち帰ろうかなと思います。まあ今日一日バイク貸してくれたんで、まあ、弟にですねあの明石の卵焼きって皆さんご存知ですか。明石焼きですね。まああれをですねお土産に買って帰ろうかなと思います。いやほんと欲しいけど2台持ち厳しいな。欲しいな。でもまあ帰るたびにですねちょっと弟に貸してもらおうかなとは思います。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。またねー。